在宅歯科ガレッジ第131回目、フレイル検診、東京都江戸川区小岩駅、8月26日実施のお知らせ。いつも在宅歯科ガレッジを視聴いただきありがとうございます。コメントやいいねなど励みになっております。今回はフレイル研究の案内となります。東京家政大学の看護学科の研究をお手伝いしています。研究内容は口腔と全身の関係を調査し評価する内容となります。現在フレイルの予防の健康調査の研究にご協力いただける方大募集というこちらの方のチラシを配布させていただいております。在宅歯科カレッジの Facebook でも告知をさせていただいております。検査内容としては多岐にわたります。年齢性別などの基本情報、フレイルに関する質問票、厚生労働省のフレイルチェックリスト、足の状態の把握、靴の状態、身長、体重、血圧、体温、肺活量、発生最長持続時間、飲み込み時間、舌圧、咬合度、握力、手指、8歩、4メートル、歩行速度などをやっております。そして、所要時間は1人につき検診60分ほどとなります。ただし、全ての方が同じ順番でやるわけではないので、同時に他のことをやりながら何人か同時並行で検診を進めてまいります。参加者の方にはクオカード1000円分お渡しいたします。実施日程に関しましては令和6年8月26日月曜日11時から14時の間、こちら予約なくお越しいただいても大丈夫です。そして対象者の方は65歳以上の方で、お一人で来場が可能な方となります。俗に言うアクティブシニアと言われている方々を対象にさせていただいております。 JR 小岩駅南口出てすぐ、ドトールが目安です。もしご協力いただける方がいましたら、こぞって参加していただけると嬉しく思います。ご清聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、いいねお願いいたします。